皆さん、こんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。えポッドキャスト、石原晃の経営のヒントプラス。今日は第48回目です。石原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組ですね、私も、あのー、自分で番組をやっているので、著者の方結構つながりが多いんですけども、この番組も聞いている方非常に多くてですね、えー、今日は本当に著者の方のためのような、すごい具体的な質問が来ているので、皆さんも<ー>、まあ、楽しみにしていると思います。こんな質問いただいています。 40代経営者の方執筆業ということでこの方著書も書いていらっしゃる方ようなんですも大変な人ですよ大変な人ですかうん本をね5060冊書いてるな60冊あていうか僕仲良しなんで見たいですねここにもありますから知ってる人の質問ですねということですけど彼女ね天才です天才ですか天才です僕彼女のメールマガジン読むと5分落ち込むも落ち込んじゃうんですか石田さんがもうね文章の達人 名前は出,さ出していいですか <laughs> お名前を高橋弘子さん。そう高橋弘子出しちゃいました。もう高橋ろ子ちゃんって僕は言いますけど、はい、テクニカルライターっていう分野を開いた人ですね。へ今はねい,いっぱいいますけどね最初にですか。これ飛鳥出版でねそれこそパートみたいな派遣みたいな感じで入った時にちょうどアスカの方が組織外の中でパソコンを使う人が誰もいなくてたまたまちょっと知ってるから使い始めて。 いろんなことをやってるうちに「あんた本書いたらいいよ」って言われて石野さんに社長に。で本書いてそれで作ってったのがテクニカルライターの世界ですね。だから100万部以上売れてますよ、えー、この人の全部でね。 もともとその本を書くんだとかそういうことじゃなくてそういういろんなひょんなきっかけでそうそうそうで僕はあまりに文章うまいからテクニカルライターからいろんなエッセイとかいろんなものを書いたらいいよって言っていろんな形でアドバイスしてて、まあ、いろんな分野の本とか文章を書けるんですけどメールマガジン出してるんだけど。 あの読むとあまりに面白いんで <laughs> 負けると思って5分,5分ぐらい落ち込むんで、ね、できないといけないと思って日常に戻ろううとすするような <laughs> 感じのことしてですね、えー、石原さんが落ち込むほどのメールマガを書く、えー、高橋六さんそんな、えーうん、彼女なんですけども、はい、今日はですね人の心のつかみ方効果的な情報の出し方広め方ということを期待そうなんですけども具体的にはですね、うんうん まあこんな感じです先生ご無沙汰しておりますご活躍すごいですね。いいすはい、久しぶりに新刊が出るので多くの方に効果的に知っていただきなおかつ喜んで買っていただける方法を模索しています。あからさまな Amazon キャンペーンなどではなく成功法だけれども効果がぐんと上がるような。ということでですね著者の方よくよく分かって耳も痛い方もいらっしゃると思いますが、えー、この辺り具体的に。 きっと多分この方がおっしゃるその人の心のつかみ方、効果的な情報の出し方、広め方の効果的なっていう部分は今回、特にフォーカスするとこの多くの方に喜んで買ってもらえるっていう結果だと思うんですけども。うんうんうん、あのね、えっとどういうふうな話したらいいかな、例えば彼女なんかはもう著者として生きていく人なんですよね。で、あるいはその本出す、あの経営者として本出すとかってあるじゃないですか。だから本の使い方。 とかいろんなもののがこうあるのでそれを想定して自分はその出版っていうことに対してどう向き合うかっていうことをまず考えた方がいいと思います,、うんいすね、うん。でね本当に著者としてずっと生きていくんだったら何を考えてないといけないかっていったら自分のマーケットを自分が作らない限りは本を出し続けることはできないって考えてがいいんですよ。<ー>で著者の最高峰がそういう,う,いう意味では縛り太郎さんみたいな人。 だから、柴田り郎さんなんかが、生きてらっしゃった時は、もうどこの出版社も出してくれって、行列なんですね。常に、これなんでかっていうと、もうマーケットがいて。あの、うんうん、し柴さんの本だったら、もういつでも読みたいですっていう人、いっぱい作ってたからですよ。自分自身が、そのマーケット、ね。そうそうそう。そうそうそう。だから。あの、出版っていうのを軸にして、やっぱり、その、生きていく上で、どういうふうなスタンスで、考えるかっていうことで。あの、まあ、僕なんかだったら。 もし本当に著者として生きていくんだったらやっぱりずっとそういうそのマーケットを自らが作るっていうことをすごく考えてやりますね。うんうん、でこれなかなか難しいのは本っていうのはさどんなに売れても半年間しかあんまり影響がないっていう分野のものが多いんですよ。うんこれがねあの典型的なのがビジネス書。そうでしょうでね、うん、だから本当に著者で生きるんだったらビジネス書じゃない方がいいよね。例えばエッセイととかか小説 やっぱりに新田二郎さんなんかはねすごいですしやっぱりそういう分野でいけば著者としてずっと生きてるし、ま、孫子の代まで印税でいけますよねっていうさなんかそういうこう戦略なりを立てた方がいいんじゃないかなと思うすよねあ,あのもう今日はお名前も出していただいて先ほど560冊出して天才というぐらいの、まあ、この高橋さんの場合であれば絶対あの小説広がっていくんじゃないいっっってずっと言ってすかね。<laughs> 聞いていてますでしもう天才なんだからそっち行ってよって思うんだけどさあ,のあとはねもうそのプロモーションみたいな感じでもし本を書くとした時にこれ僕が実際やった方法ですけど、はい、あの何でもそうだけど何かしようと思ったら周辺情報を調べた方がよくて、ねでまあ、僕も本書きたいと思って、まあ、出版社の人といろいろ話をした時に一番最初に僕がした質問ってどういう質問かっていうとところでさって本って1日に何冊出るのって聞いたんですよね。 うん、ただ当時ね、うん、1日180冊くらいですかねって言われたんよ。はとか言って、180冊ってこの単行本がですかって、あの漫画とか入れないでっ言ったらそうですって言ってましたね。で、今だとですね、多分ピークで1日に360冊ぐらい出てたね。今景気悪くて出版社も全然弱腰だから300冊切ってるかもしれないけど。ということはさ、1日にそんだけ出るっていうことはですよ。そもそもかなりの準備をして、 助走期間とか作んないと本なんか当たんないんだろうなって僕は思ったんですよね、うん。で、まあその時僕が考えたのは、これ皆さん参考にしていただければいいと思うんですけど、本がでできてから売るる方法を考えるんですねああ、そうですね。うん。慌ててそうそう。もしくは本が出るって決まってから直前になって売る方法を考えるから、はい、だから激しいことをするしかなくなっちゃうんですよ。うん、で、勢い、まあ、その Amazon キャンペーンみたいなことになっちゃうんですけどね。 でもあれは見ててあまりいいものではないでしょで、ねうん、っていうまあそのうんとねこれもまたねなかなか難しい世界で、えっとね、宣伝広告宣伝広告とかチラシっていうのは初めてやった人しか成功しないんですああはいで2番目の人がまあよくて50%ぐらいで3回4回5回ってなるとほぼ当たらないですねっていう感じなんですよ、うん、またかーになってますよねそう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 あ初めては新鮮でしょで僕が よくこうやり取りするような広告宣伝の会社って企業ってほら広告宣伝費がすごい高いでしょねでも代理店側も決まった広告にはさ、はい、定価がついちゃってるから高いじゃないだけどこういう新しい広告気がついたんだけどこれやってよって言ったら値,値段がつけようがないじゃんそうですね でしょ、うん、そうすると面白いアイデア作って広告するとただみたいな感じでやれるんですよ。ただただみたいなことをやった人が当たっちゃったりすると広告効果があるということでそこに値段がつくんでね。ところが商品化してっちゃうってう変な世界があって、はい、インターネットだって最初はもういい加減な感じだったけどそこにマーケットができちゃうとすっごい値段になってしまうんですよ。はい、だからこの2つを掛け合わせるるような感じでマーケティングやると、うん うん、まああの何てうんですかね非常に効果があってコストを結構かけずにっていうのができたりしますねっていうことですよね。うん、で僕どう思ったかって言ったら「あこれは本作ってから売ってる場合じゃないぞ」っていうのを買って、ね、まあもっとおかしい話で「1日180冊出るって聞いてじゃあやめるって言ったんだけど <laughs> なんで?」って言われたら「<laughs> 本なん勝てるわけないじゃんね」著名な著者がいっぱいいて「初めて書きますよ」っていう本買います よっぽど何かじゃないと買わらないですよね。いことは何かってことはすごい得点つけるか事前に何かをちょっと告知していってさっき言ったあの読者じゃないけど、はい、ファンを作るしかないでしょっていう話なんですよね。で僕はその営業マン怠ることを覚えなさいっていう本を書いて、うん、実は Amazon のキャンペーンをほぼ最初にやった長男でもあるんですよ。で,、ねはい、でそれでおかげさまで何が起きたかって言ったら発売前。 予約の段階でトップになって、で、2週間僕トップだったですね、アマゾンでね。まあ、それ昔の話ですけど、けどあと BK1 とか、いろんなネットショップで全部トップになって、4巻とか5巻とか6巻とか取ったんですよ。で、BK1 なんか1か月間僕の方がトップだったんですよね。で、それはなんでそうなったかっていうと、実はそうなるような仕掛けをもう1年半ぐらい前からしてたからです。うん。それは何かっていうと、営業マンは断ることを分からの、ごめんなさい。 あの薄い小冊子というかね。あの80ページ版ぐらいのものをベースにして、これを僕のホームページとメールマガジンで売ってたんですよ。うん、うん、で、どれくらい売ったかっていうと2万7 0 0部ぐらいったで。えー、で、それに伴ってブログがすごく。はい、あの読者が増えてえ2万人3万人になって。それでこんなことを企画してるんだけど。 この辺ままででできましたと、うん、イメージはですねちょうどモーニング娘。がで出る時であーモーニング娘。の企画と同じ。そうそうそう,そうオーディションやって女の子が泣いちゃってわーってみたいなドラマがあるでしょ。でついについについに彼女たちがデビューします、うん、モーニング娘です何この名前みたいなあったじゃないですかあれって毎段階の仕掛けをずーっとやってたから、うん、だから出た、ね、爆発するべきですしバカする、ね。そうそうそう今回の AKB48 も一緒ですね。 AKB48 っていうのは箱作って秋葉原にね。で、その箱で毎日毎日1年間に400回公演したんですよ。ああ、確かそうですよね。ほんで、最初の公演って、AKB の女の子たちよりも聞く方が少なくて10人しかいなかったんですね。だから、10人っていまだにファンで、神って言われてるらしいけどね、<laughs> その人たちには。そ頃から知ってんだよ。そう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 、俺はあそこにいたんだとみたいなことになってるらしいんだけど、ね、で,でもそ,そういう意味では、マーケットみんな作ってないから、 いきなり何かで刺激してそのことをプラスにするってのはすごい難しいの。でましてやその内容が例えばビジネス書とかであればそう,そうそう。ストとかしかし近江議員がなかなかないので,でしょどんどんみんな苦しくなってるなそう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 だみんなねなんとかその本を売るってことは発想があるけどそのマーケットをちゃんと育成していくとか作るっていうような発想がすごくないじゃないですか例えば売れた本を、ま、もうほんとにそのヒットしたらありがたいじゃないですか。その時に 例えば自分がね関連する仕事の見込み客をずっと囲ってしまわないとダメでそこにやっぱり定期的にちゃんと情報を出していきながら情報の出し方って一貫性がないとそもそももダメでしょだからその中にパーソナリティみたいなものを上手にこう,こうなんか付け加えていかないと、はい、やっぱり人間って理論だけでその人好きになるわけじゃなくて理論とそれを言ってる人柄とかそれを言ってる人の姿勢とかってあるじゃないですか。はい だから、例えば、ブランドの構築もそうだよね。ブランドって、えっ、ー、と、なんで好きになるかって言ったら、方向性持ってるからでしょ。ソニーのブランドが落ちちゃった時にみんなが何て言ったかって言ったら、えー、なんでソニーがこんなことするのって言ったんだよね。なんでソニーがこんなことするのってことは、ソニーってこうじゃないっていうのがあるわけでしょ。で、それをこうなんか、一貫してずっと作り続けていくと、プラスにプラスになっていくでしょ。そうすると、まあ、イメージ的には、僕なんかおかげさまで本出せば、 必ず何番部かは売れるみたいなところに来ちゃってるから本を一生出せるるっってていうなな関係になってるんですよでそれも実は営業マン断ることを覚えなさいの時にこの本で自分をブランド化して、うん、なおかつ一生本が出せるような状態の自分を作るっていう,うに思ってたんでなんで1年前ぐらいからずっと著作者を売って、うんうん、マーケットを作ってそこからずっと一貫して 物事をやるっていうふうなことをやってるでしょ、うんうん、だから、そういう意味では、あのせっかくなんで、本を作るときに出せることに喜ぶんじゃなくて、仕掛けをしながら、で、やった方がすごくいいよね。っていうか、バータり的にやっちゃうと、自分が困りますよ。だって、うん、僕なんかも大好きだったら、夢を叶えるぞって、今誰か話題にしてるっていう話なんですよ。で <laughs>、ね、あれ何万も入れたの200万部以上、っね、200万部超えてるね。だから、そういう意味では、 売れる本書けけばいいいってわけじゃないでしょまああの本すごくいい本だからねあれあのいいと思うんですけどでもやっぱりそこにこう人間が動くことも全部想定しながらあの自分のビジネスと何かするべきだしね、うん、で逆に言うと本当に本だけできるんだったら、まあ、小説とかそっちの方に行ってやっぱりちゃんとした著作としてマーケットを囲うっていうんですかね、うんうん、印税で本当に生きていくとか、うん、印税から公園に行って日本中回るぞみたいな。 で回っていくからまた回った先で本が売れてみたいな感じで自分がマーケットを動かしていくみたいなことをずっとやるとかね、うん、そういうのやってもいいよね。まずその著者ということであればそういうもう本当に執筆で専門でいくんであればどちらかというとビジネス書じゃなくても、うん、むしろ小説とか SNS で現実的その本を今出されたり今後出される方は、うんえー、バータり的にやるんじゃなくて、うん、きちんと事前に、うんえー、いろいろの。 自分の姿をきちんと見せてあげたりしてそうねファン作りもそうでしょうけどそうそうそう,そう小説とか面白いと思うよいや面白いですねあの絶対あのほら今売れてる小説とかをさ過去にずっとさかのぼってリサーチするじゃんかねでそうしといてこういう分野にこういうふうなやつをこういうキャラクターでいればいくね出るっていう感じで作戦って立てられそうだよねでそこからさ映画に持ってったらすっげえ楽しくないあそうですねうん,そう,かなんかそういう視点で考えた方が面白そうですねうまくいくんだろうね、うん、絶対面白いよね 高橋さんは石田さんのお墨付きなのでぜひ小説の世界進んでいただける、はいはい。あとなんかアマゾンキャンペーンとかもうんちゃんとしてやり方っていうか、まあ、ちゃんとねしないと自らを下げるから怖いですよねで。ってことはどこに問題があるかって言ったらキャンペーンすることには問題ないんだけど中身がししっかりしないとさるよねだからやっぱ原点にかえって本当にいいものであればそのいいものをちゃんと知ってほしいので。 キャンンペーンもちゃんとするし、うん、っていうかさなんかマーケティング浅いよね、うん、この辺りはあの元祖元祖の提唱者としてですよ、ね、でもほら1回しか成功しないから二度としないんですよっていうかもうやっても無理だと思うことにやったらきつくなるじゃないですか <laughs> そうですね、うん、あこれも本当にそうで宣伝広告って1回しか当たらないからアマゾンキャンペーンをねすんごい企画にしたらまた当たりますよねだから僕の知ってる著者の方がねすごい当たったアマゾンキャンペーンやりましたそれは何かっていうと ギフトを20人ぐららいから集めてねでこの本買ってくれたらこの人と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 この人の中の好きなやつもらえるぞって言ったらドカーンってなりましたよね。うん、で今あの、まあ、有名な出版社なんかもなんだ電車の中で広告しててこんなすごい人たちのなんかもらえますよってやってますけどあれだってさ あの自分の何かをあげますじゃなくて20人のやつを全部あげますとかねその中から好きなやつあげますって言われたら、うん、ドーンと成功するけど2回目にそれした時にさ全員持ってるもんこれって言われたら終わりですね。すねだよね。そういう意味で同じ仮にアウトキャンピアにしても、うん、それが初めてになるような違う気がなるんたるよね。 社の皆さん、<う>ね、宣伝は一回しか当たらない。うん、<laughs> よく聞いていただいたと思います。はい。ということで,ですね。高橋さんも新刊を出されるということでえ楽しみにしておりますので、また何かお便りいただければというふうに思います。え白田さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。